三院帝とは、平安時代前期に、清忠、田、ゼン、道真と三代にわたって、文章博士を輩出した菅原氏の私塾のこと。元来は、菅原氏当主の書斎であった三院帝で講義が行われていたが、生徒の増大につれて、廊下で講義が行われたことから、関係廊下と呼ばれて後世に知られた。関係文章の書斎記によれば、 菅原氏の指定の西南に一条司法の書斎があり、そこから多くの文章制、文章特要制を排出したこと、その名称が三院帝であったことを伝えている。また、不相集に収められた道真の監視の序文にも父、ゼゼが芸閣で門人にご干渉を講じたと読んでおり、本来は書斎の三院帝で講義が行われていたと考えられている。 だが、後に、門人の増加に対応するために、幅が広く仕切りなどや畳などを用いて、部屋の代わりとしても用いられていた廊下に移して、授業を行うようになっていたらしく、後に、関係廊下と呼ばれるようになって流布されたという。なお、関係廊下という故障は主に、道真没後に、菅原氏に学んだ人々やそれ以外の文人たちの間で用いられている例が多い。 菅原氏の当主は、大学寮における公的な職務以外に、自宅にこうした私塾を開いて教えを請う学生たちに、起伝道を抗議したとされている。これは、起伝道教育が盛んであった当時の世相の繁栄であるが、その一方において、こうした行為は私的な指定関係の形成という要素を含むことになり、 菅原氏の学伐と反対する諸博士の学伐という対立構想を生んだ、ほか、大学寮制度の境外化や科学の形成促進につながったと考えられている。大江正房が、河和2年に安楽寺に、安楽寺に三図という詩を作り、その中で類王老化の末渡りとあることから、少なくても平安時代後期までは菅原氏代代の文章博士によって継続されて、 いたと考えられている。久木1990年。ありがとうございます。